108は、プジョーが製造、販売している A セグメントに属する自動車である。2014年3月のジュネーブモーターショーにて、初公開。同年6月発売。プジョーのエントリーモデルで、シトエ NC1、トヨタアイゴとは、兄弟車に当たる。ボディタイプは3ドアと5ドアのハッチバック、幅 800mm 長さ 760mm の開口部を持つキャンバーストップ仕様。 トップを設定する。エクステリアは2代目プジョー308、初代プジョー508などのモデルと共通の衣装とし、ブランドの統一感が強くなっている。インテリアは一部機能を兄弟車と共通化。また、スマートフォンと連動することができる、タッチパネル式ディスプレイを採用した。チェコのコリーンにあるトップカの工場にて、姉妹車である愛ゴと c いと共に生産されている。 エンジンは3気筒の1.0リットル 69PS または1.2リットル 82PS1.0 リットルは仙台より 1PS 向上1.2リットルは3兄弟のうち PSA の2車のみ設定ユーロ6適合ガソリンエンジンのみでディーゼルはない2018年の改良で1.0リットルは 72PS に向上一方 1.2リットルはラインナップから落とされている。トランスミッションは5速 MT のほか、5速の2、ペダル MT も1.0リットル車に設定される。2015年、108に、プジョー恒例の全仏オープン記念特別仕様、ローランギャロスが登場。トップ、仕様に設定。5ドアサイドビュー5ドアリアビュー速度計中央の、ディスプレイは常に英語。オーディオの表示は、スタイル仕様まで、 英語表記、トップと呼ばれる、コンバーチブルトップを装備した仕様が用意されている、トップ、アリュール。ありがとうございます。